屋敷の中に立ち込める気配が不意に強くなった。最大の悪霊がやってくる。私の血に連なる者たち、より大きな力を得ようとするあまり、人の心を亡くした者たち、今の彼らを動かしているのは獣のような欲望と思われる。その卑しい申しを今私に向かって押し寄せてくる。そして異界への扉は開いた。
膨大なエネルギーと知識が私の中に流れ込んできた。私に今まで欠けていた何かがぴったりと満たされた。いつも感じていた飢えは消え去り、私は完全なものとして今この場に立っている。でもいつかまた同じ上に襲われ、力を放出させれば同じ過ちを犯すことがないと誰に言えるだろう。私はこの世界で正しい居場所を探さなければ。大丈夫、私は一人であって一人ではない。祖先たちの力と知恵が私を支えている。私は外の世界に一歩踏み出した。Thank you.